中田翔選手の野球が中日の成績を大きく左右するでしょう、うん、これ佐藤があの怪物になれば連覇あるよね。あ、はい、じゃあ掛布正行の同級やってみるかチャンネルで、今日は久しぶりのコラボですよ、はい、何ですかこれ。はい、わーって行こうかな。あ、わー、はい、了解了解今何やりますか、じゃあ森脇さん、このコラボで。そうですね、はい、まあ、いろいろとちょっとここになんかいろいろ考えてくれてますけど、はい、お題を考えてきたんですけれども、じゃあどっから行きますか。お題4つあります。そうですね、はい、まずは、はい、中日ドラゴンズに中田翔選手加入いかがでしょうか。あのね、これはあの中日の投手力だとかいろいろ考えると、攻撃がいい攻撃ができればね、得点力が上がれば中日の存在ってすごく怖くなると思うんだけども、はい、ただ僕何年か前のそのオリックスに中村克弘さんが監督の時にね、はい、清原選手と中村典選手がオリックスに加入した時に、はい、僕臨時コーチで宮古島にオリックスのキャンプ行ったことあるんですよ。そうなんですね。その時に中村克さんにね、ちょっとこの2人が入ることによってそ攻撃力の厚みは出るけども打線が重たくなりませんかということを言ったの。あ、はいはい、多分大丈夫だってその時は中村さんも言ってたんだけども、実際はゲームがスタートすると1年間フルに清原選手も中村典選手もできるような状態じゃなく、結局この2人が噛み合わなかったんだよね。で中田翔選手の場合はまだまだ当然打てると思うし守備もうまい、ただ僕一つ心配してるのは走れませんよね。あ、駆け抜けることですね。できないですねちょっと苦手かもしれないですね、これがね僕すごくネックになるんじゃないかなと思うんだよね。あの中島選手も走れませんよね。そうですね、ちょっと40歳も超えてますし、そうでしょ、はい、代打っていうようにも、なんで、まあ、代打で来るんだろうけども、はい、じゃあ誰か怪我をした時にはファーストぐらい守る可能性もあるわけじゃない。そうですね、中田翔選手が怪我をしたりなんかしたらね、はい、まあ、本人ももちろんその代打じゃなくて絶対で出ようと思ってやってると思いますし、そういうことでしょ、はい、そう考えた時にその攻撃ってのはね打つだけじゃないんだよね。あの今年の阪神を見てもらいたいわけ、はい、フォアボールの数だとか盗塁の数だとか、うん、次の塁を狙う積極的な走塁だとか一塁への全力疾走だとか、うん、もう今年1年野球見てどこのチームよりも一塁まで全力疾走というか走り切る野球はやっぱ阪神が一番やってるのよ、まあ、大山選手が特に、ね、そうでしょ、はい、だから僕はそういう野球を阪神に植え付けた、うん、あの広島から来た金本選手がね、はい、やっぱり一塁まで全力疾走したあの姿、これが今まで続いてきてるわけ、うん、だから兄貴の背中を見てね、はい、そういう意味では僕金本選手が選手として残した一塁までの全力疾走というものが、まあ、38年ぶりのその日本一につながった野球の一つだと思ってるわけ僕は、はい、そう考えると他の5球団でね、じゃあどのチームが一塁まで阪神のように全力疾走で駆け抜けられるかというのを考えた時に僕は来年の重要層はそれでちょっといろいろ考えてみようかなと思ってるわけで、あ、足スピード、足スピード、フットワークの軽さ、フットワークだって阪神誰一人として3割打ったバッターいないんだよ。そうですね、そうでしょ、はい、でもつながって勝つわけでしょ。そう考えるとあの打つだけではね、うん、やっぱり1年間の野球考えて勝つっていうのは無理だと思うんだよ、うん、そう考えると僕絶対プラスにはなるのは間違いないんだけど、はいはい、マイナスの前も絶対出てくるわけ。得点は増えてもちょっと重みというか、うん、重みと、そうそうそうなんだよ。だそう考えた時にじゃあ中田翔選手が加わった、まあ、大野選手が治ってくる、はい、まあ、ピッチャー陣良くなってきた、非常に中日ってのはダークホース的なね、そうです、存在にはなると思う、はい、だからペナントレースを考えた時に、うん、中日ってのがすごいポイントになると思うわ。2、3、4、5、そうそう含めてね、はい、だからちょっと中日がペナントレースの大きなポイントを握るようなあの存在になる中田翔選手の加入だと思うけども、はい、
じゃあそれがそのまま優勝につながるような野球ができるかと思うと、まあ、そう考えるとマイナス面が出てくると思う、ね、あ、なるほど。でもすごく面白い存在に、そうですよね、来年の2024年、はい、中日はなると思います。なんか立浪監督も4番でというふうな話も上がりながら中軸を任せたいと、うん、中田さんが入ったことによってこう打順が組みやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、これね、僕のこと言って申し訳ないんだけど、安藤さんが監督の時に安藤さんがよく言ってたのはね、こうはメンバー表を見た時に4番のところを空欄にしてもうちは大丈夫だと、うん、一番最初の名前書くこともできると、はい、それがお前だと。だから監督として4番を固定できたってことは打線組むのがすごくやっぱ楽だっていうわけ。いや、今年の阪神は大山選手を固定しましたもんね。そういうことだよね、うん、だからそう考えると来年中田翔選手が4番で固定して、うん、どうだろう、100全試合出れるかな。100試合出れればと思ってるん違いますかね。100試合の4番だったら優勝は無理だぜ。あ、じゃあやっぱ130は120以上、120以上中田翔選手がそのファーストでスタメンでね、うん、出れば中日の存在っていうのはちょっと面白いと思う。それでホームランを30本ぐらい打って、あのバンテリンで、バンテリンでね、半分ぐらいはもらって、打点王ぐらい争うような、100点ぐらいは取れるように、だからじゃないとちょっときついと思うんだよな、うん、でもすごくいい補強したと思うので、うん、ちょっと来年の中日は要注意、要注意、今年のような無様な中日ではないんじゃないかなという、うん、あとね、今中田翔選手が一番年俸もらってるようになるのかな。そうなると、そうですね、そうでしょ、はい、そのあたりうまく溶け込めるかどうかだよね。あ、お金めっちゃこいつもらってるのに活躍せえへんやみたいなことになるってことですか。言うね、はい、言うよね。言わないんで言わせていただきました。でもさ、そうあるじゃない、はい、生え抜きでコツ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 やってきてさ、そうですね、それよりも去年中田翔選手なんてほとんど巨人で活躍してないわけでしょ、まあ、試合に出る機会もちょっと怪我もあったりしなかったですよね、うん、で巨人との契約も残ってたのを破棄して、はい、で中日に入っていったわけだけども、はい、まあ、その時の中日の評価っていうのはかなり高い評価を中田翔選手はしてくれてると思うんだよ、うん、はい、それに値する活躍ができないとこれバランス崩れるよ、うん、チーム的なものとしてもバランスが、バランス崩れると思う、うん、だから中日にいかに中田翔選手が自分から溶け込んでいけるかだよね、うん、はい、でも巨人だったらその秋広選手と後輩の面倒見の良さみたいなのがより際立ったのかなと思うんですけど、そういうところ立浪監督も多分期待してるというか、若手に刺激をみたいな、だから立浪監督がどうやって中田翔選手を使い切れるかだよね。だからキャンプオープン戦のその2月3月の2ヶ月間の中田翔選手の中日での野球、特にキャンプの1ヶ月間でどれだけチームに馴染めるかだと思うよ、はい、また選手たちが受け入れる体制を整えられるかだよね、はい、それを立浪監督ができるかどうかっていうのもポイントになると思うよ。もちろん今のところ2月のキャンプは若手と同じメニューをっていうふうには、あ、はい、そうじゃなきゃダメだと思う、はい、別メニューでやったりなんかしたら余計浮いちゃうというか、ズレが生じますね。特別にしてはまずいと思うよ。ある程度の気をつけちゃダメなんだけど、はいはい、配慮は必要なの。そうですよね、まあ、もちろん体力も同じじゃないですし、ね、気を使うは全然違うから、はい、うまく中田翔選手をキャンプ1ヶ月間、はい、乗り切れるような形で過ごせれば1ヶ月間で溶け込んでいくと思うんだよね、うん、もちろんじゃあ中日で言えばキーマンは中田翔選手になるか、まあ、もう当然この選手になるでしょう、まあ、それと大野投手は投げられんの？一応キャッチボールも始めまして2軍戦でも投げて終わったので、じゃあ投げれるのか、はい、一応開幕から投げれる準備は本人は向けて動いてます。まあ、いるね。そうすると小笠原投手、はい、柳投手、はい、それと復活した梅津投手、梅津、高橋宏斗投手もいます。あ、そう、そうなると5本ぐらい指折れるんだよね。そうです、いっぱいいます。じゃあそう考えるとこの得点力をいかに上げるか、だから中田翔選手の野球が中日の成績を大きく左右するでしょう、うん、
阪神も優勝しましたけれども2連覇に向けてはキーマンは誰になりますか。阪神のキーマンは大竹、はい、おピッチャーの、村上じゃない。あ、この2人が、まあ、1年間あれだけローテを守って投げたの初めてだと思うんで、うん、しかもあれだけフル回転をしてね、うん、1年間やった疲れってのは当然あると思うんだよね、うん、だからうまくそのハワイの優勝旅行から帰ってきて、うん、あのいい休養を取りながらトレーニングをしていい準備をして来年の2月のキャンプに入ってほしい。だから僕は少しスタートを遅らせてもいいぐらいの調整していいんじゃない。あ、2人がですか。やっぱこれだけあのピッチャーの阪神層の厚さがあるわけだから、で143試合のペナントレースであれば3月から4月の1ヶ月間の戦い方っていうのはね、様子を見るような戦い方阪神しても構わないと思うんだよ。あ、そこまでこうガッとガツッとこうスタートダッシュをしようとか考えずに、はいはい、そう考えた時に大竹村上この両投手に関しては開幕に間に合わなくてもいいと、うん、1ヶ月間ぐらい遅れても4月の終わりぐらいにあの開幕を迎えるぐらいでもいいよぐらいの気持ちで、ほと他の選手たちにチャンス与えられるじゃない。ああ、初めの1回そういうピッチャーいると思うんだよ阪神、はい、だからあまりこの2人が今年野球ピシッと1年間ローテを守ってあれだけの数字残したということで、来年も開幕からフル回転しなきゃいけないと思ってほしくないんだよね僕は。じゃあやっぱりその初めの方を支えるのは若手とか、若手西勇輝投手だったり、そういうことですね、青柳、そういうこと、西純也、あ、西純也、ベテランと若手にある意味チャンスを支えてもらって、そう、新生たちはちょっと準備をしっかりしてくれよと、はい、うん、だから岡田監督は今年キャンプ行った時にね、一番最初名前を挙げたのは佐伯と西純也、そうですよ、西純也でしたね、はい、この2人で貯金するって言ったんだから、はいはい、ところがどっこい村上と違いましたもん、ね、大竹で貯金をしたわけでしょ、はいはい、そう考えるとその名前があった佐伯と西純也、うん、西勇輝、はい、ここでやめた青柳、はい、これもう4枚いるんだよ、はいはい、だから村上大竹ゆっくり調整してくれお願い、これは加計さんからのお願い、お願い、あまり焦らない開幕1ヶ月遅らせぐらいの気持ちで調整できれば、それでも十分10勝は、うん、2桁勝てると思うんで、はい、あれだけほらなんていうの、今年の阪神ってのはさ優勝もしたので給料というかお金がボンボン上がったでしょ。すごかったですよね。それがプレッシャーになってさやらなきゃいけないと思ってほしくないんで、はい、ゆっくりやってください、はい、あ、そう、伊藤将司も残ってるんですけど、安定してきましたし、はい、安定してきたけども3年4年ぐらいローテ守ってるわけだよね、はい、だから彼もだから彼の場合今年出遅れたじゃない。あ、そうですね、そうでした、そうでした、だから村上にチャンスが出てきたわけでしょ、はいはい、そう考えると去年の出遅れってのは伊藤将司にとってプラスになったわけじゃない、10勝勝てたわけだから、はいはい、だから去年の伊藤将司がいいお手本だよね。 あそこまでちょっとゆっくりしてゆっくりやっても2桁勝てるんだぞと、はい、で伊藤将司にとって去年の1ヶ月間ぐらいのちょっと遅れたっていうことは自分のその1年間勝負する上でよ、すごくいい経験をしたと思うんだよね、はいはい、そう考えると阪神すごいな。すごいです、いっぱいピッチャー今中日の指折ったけどさ、はい、ピッチャー新しく下村君もドラフト1位で入りましたし、だからそう考えるとさ阪神の投手陣ってのはやっぱ層が厚いよね、はあ、やっぱそうなると打者も支えていかないといけないところで、そうなるとやっぱり今年のキャンプの時に岡田監督が言った来年も相手のチームを3点に抑えて阪神が4点取って勝つという、はいはい、そういう野球のリズムをできるピッチャーの顔ぶれが揃ってますよね、うん、もう何だったら3点も取られないぐらいの取られないんだもんな、はい、今年は取られなかったわけだからね、はい、そう考えるとバッターの方では心配なのはやっぱり木浪だよね、うん、やっぱり1年間フルに戦って、はい、あれだけの数字を残した、はい、あれだけの球団評価をもらった、本人もやらなきゃいけない、さらなる上を目指さなきゃいけない、責任感みたいなのが出てきますよね、そうなると自分の野球をちょっと変えていかなきゃいけないとかいろいろ考えるね、
で相手の攻め方が変わってくるんじゃないだろうかとか、そうですよね、それに対して自分がどう対応しなきゃいけないんだろうかというようなことを考えすぎると負のスパイラルみたいにはまっていくから、はいはい、まあ、8番バッターなんでね、はい、あの木浪はそんなに今年やった野球のスタイルをバッティングもねそんな大きく変える必要ないと思う、うん、でもやっぱ恐怖の8番って言われたからこその、うん、だそのままでいいんじゃないかな、研究もあると思うんですけど、だからさらなる飛躍をしようと思わずに、うん、今年やった野球をいかにやるかということが木浪の成長ですよ、うん、ある意味キープするっていうことが大事ってことなんです。キープするということが木浪の成長だと思いますので、うん、当然小畑もね、うん、このまま黙ってはいないと思うん で、 そうですよ、ね、そこで木浪が焦ってほしくないんだよな、はい、そうですね、まあ、でももちろん大畑君もチャンスを待っている中で、ね、追いこうね、じりじり来ると思いますけど、野手陣ではショートのまたもう一回ポジション争いって行われるんじゃないの、うん、あるかもしれないです、白紙っていう形 で、ね、木浪が開幕までに疲れてほしくないんだよな、ちょっとそこもある意味焦らずに、ここもねあの岡田監督うまく木浪をちょっと手綱をこう引いてですね、あまりこう走らせないような調整の仕方をさせてあげた方が僕はいいと思う。あまりもう一回小畑はもうぐん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 やって構わないと思うんだけど、はいはい、木浪に関してはちょっとその気持ちの余裕を持って木浪もキャンプオープン戦を戦えるかっていうのが野手では一番心配だね。ああそうなの、はい、岡田監督はその森下選手の波が激しいのを直したから来年はっていう話なんですけど、ただね、あのアジアなんとか大会の侍ジャパンの、はい、あの時にね彼がフォアボールを選んだ場面俺見てたのよ、はいはい、ノーアウト1、2塁で 3-2 から粘って低めの変化球を見逃して、はいはい、フォアボールでノーアウト満塁で4番の牧選手にチャンスを広げて回したのよ、はい、あのボールの見極めを見た時にちょっと森下の成長を感じたんだよね。あ、そうなんですね、うん、あの1打席だけなんだけどね、はいはい、でもそれが来年あのボールの見極めが森下にできればだよ、今年以上の数字は残せると思う、うん、だから森下のその大きな課題っていうのはボールの見極めだと思う、うんうん、それができればどうだろう、20本まではいかないにしても20本近いホームランと2割7分ぐらいの率は残せるぐらいのバッターに成長してくれるんじゃないかなと、うん、やっぱり四球っていうのは大事になってくるんですか、見極めは大事、うん、だからこれ阿部新監督はね、はい、あの秋季キャンプで僕取材行った時にすごく面白いこと言ったんだけど、これは今年の阪神の1年間の戦い方のフォアボールの多さだとかを見て言った言葉だと思うんだけど、うん、秋季キャンプだとか春のキャンプの時は、はい、とにかくバットを振ってボールを叩いてほしいと、ボールを打ってほしい、はいはい、ただシーズンになったらボールを見極めてほしい。難しいこと言いますね。難しいだろ俺がそれ難しいよね、打て打てって言ってんのに見ろ見ろって打て打てというのに試合では見ろよ見極めろよ、はい、真逆のことなんだけど、はあ、難しい。だから阿部監督がね春のそのオープン戦が始まったら、うん、三振してもいいからツーストライクから勝負しろとか、へ、そういう打席を作らせるというぐらい、うん、やっぱり今年の阪神のフォアボールの多さだとか、うん、ボールの見極めの良さでやっぱ負けたって思ってるんだと思うんだよね。だからそれはあの森下自身も1年間の野球を経験をして自分何が足りないかっていうのを絶対分かってると思うんで、はい、その成長があの侍ジャパンのフォアボールに僕は感じたのよ。だからちょっと森下に関してはちょっと期待してるんです。来年ちょっと期待してる選手ということ、うん、それともう一人はやっぱ佐藤だな、ね、全部になっちゃうけどさ、そう結局みんなに期待してるんですけ ど、 やっぱ佐藤だな。そうですよね、連覇の鍵はやっぱ佐藤じゃないか今までいろいろ言ったけどさ、はい、やっぱ佐藤だね、はい、それこそジャパンも出てましたけれども、うん、でも日本シリーズでちょっと止められたでしょ。そうですね、あの8月9月の勢いというのを、はい、オリックスの投手陣が厳しいインコース攻めってのをしたにしてもね、うん、ちょっとそのいい状態の佐藤からちょっとなんかまたあのなんて言うんだろう、インコースを攻められることによって
ちょっと自分がこう意識しすぎて自分のバッティングのリズムを崩してしまったような日本シリーズを感じたんですよ、はい、ただ彼のいろんなこの契約の時のコメントなんか来た時に、うん、自分自身で自分の成長を感じてるようなことを言ったでしょ彼、はいはい、うん、まあ来年に対してだよ、はい、だからそういう意味で8月9月の2ヶ月間ぐらいの後半に自分の状態が上がってきたっていうことがすごくやっぱり1年間戦う上の自信がついたんじゃないかな、うん、手応えというか疲れてるところをこう乗り切ったというどこにグッと乗り切ったという、うん、それとその森下型のバットに変えたわけでしょ、はいはい、あれがすごくしっくりきてると思うので、うん、本当の変化があるのは来年なのかもしれないね。あ、4年目で怪物になるかどうか、怪物になるかそのまま普通の佐藤で終わるのかこれ佐藤があの怪物になれば連覇あるよね、うん、あ、それはやっぱり5番として怪物になることがベストですか。僕はね3番打たせたいんだよ。あ、そうなんですね、うん、彼の足のスピードだとか、うん、で打席の回ってくるリズムのテンポだとか、うん、そう考えるとあまりね休ませるようなリズムを佐藤に作らせるよりも、うん、1番2番3番ってのはどっちかっていうとすごい回ってくるの早いの。そうですよね、ベンチに腰を下ろすよりも、え、もう俺っていうような感じなんだよ、はいはいはい、4番以降ってのは一回ベンチに腰を下ろしてから野球がスタートするんだけど、1番から3番までって言ったらよしよしって感じのリズムなのよ。だからそのリズムで佐藤を打たせた方が僕はなんか佐藤にとってもプラスになるのかなと。まあでもそうなると 1-2-3 が左になるんだけどね。そうですね、だから右を森下選手を入れたいですけども、僕は佐藤3番線とずっと思ってる。でも意外と走れますもんね、うん、足ありますから、ね、足あるし、はい、だったら3番打ったら30本打つんじゃない。あ、と思うよ僕。今24止まりですもんね、うん、30本いけると思うんだ3番、あ、見てみたいですね。5番だとやっぱ後ろを打つバッターが誰になるかによってちょっと変わってくると思うね、はい、攻めが厳しくなるから、うん、佐藤生かすんであれば、まあ、大山の前を打たせた方が、うん、まあ、そうなると森下も生かすために大山が必要なわけだよね、はい、だから後ろのバッターの状態というものが前のバッターを助けるんで、うん、そういう意味ではどちらのバッターを考えるかだよね、うん、それと右左のバランスを考えると、そうですね、やっぱり佐藤が5番になるのかな、うん、ただ僕は佐藤3番説をずっと言い続ける、うん、はい、来年はじゃあちょっと3番でちょっと1回打ってほしいなと。オープン戦でもいいですね。試してもらいたいなという、はい、やってもらいたいですね。